はいみなさんこんばんはニオトリです。今回は桜味クッキーを使ってこちらアリーナマスター1のアリーナ戦っていこうかなと思います。10戦ぐらいしてねやっていこうかなと。でいまいちまだねどんな組み合わせがいいとかよくわかっていないので僕が今まで普段使っている編成の中に桜味クッキーを入れてみてっていう感じで使ってみようかなと。でトッピングに関してはとりあえずそこまでサブ効果厳選をされていないですが ダメージ減少のフルセット、そしてラズベリーのフルセット。こちらもダメージ減少がそんなに高くはないんですが、ちょっとこちらの2つを、ね、使ってやっていこうかなと。た、まあ、多分結構負けること多いと思うんですけど、使用感というか相性というか、そういったところを重視して見ていきたいなと思います。で僕が今現在マスター1の戦う時によく使っている編成がここにフロストを入れた編成なんですが、このフロストを桜軸器に変えて、 やってみたらどんな感じになるかっていうのを見ていこうかなと思いますさすがにハーブとザクロね2人抜くどっちか、うん、2人入れておかないとちょっと不安だなっていうところがあるので、まあ、こんな感じでねやっていこうかなと、まあ、基本的な戦い方としては速度パというかこマドレーヌと黒糖の速度攻撃っていう感じですねそれが桜桜のこのスキルを発動して味方につく攻撃力バフっていうのは数字1つ 最大重複10個で数字1つにつき2.5%上がるので今この状態だと結構ね攻撃力は上がってるんですがあれかスキルを発動する前に黒糖とかマドレーヌがスキルを発動する前に桜味クッキーのスキルが 発動するように調整しないと、じゃないと通常攻撃の攻撃力が上がってる状態で、でスキル発動したときにあのバフが切れてしまってはちょっと意味ないですもんね。そうか、そういう問題もあるか。でもな、順番的に。で、相手マドレーヌの速度を落としてっていうやり方もまあなくはないけど、とりあえず一旦これでいこう。おそらく相手はまあ本来の僕が使っていた速度編成だと思います。黒糖とマドレーヌだね。 桜そうかハーブがしかも後ろから2番目になるからスキルのそうかちょっと微妙な感じなんですよね使うで攻撃力のアップは消えここでつくかタイミング的にいやーでもな後半は結構いい感じについあーでもちょっと でもタイ,タイミングいやでも微妙だな桜味クッキーのタイミングの調整でも相手にコットンとかいてその召喚獣がいなければつくバフの数が重複が5個とかで氷撃力アップが 10%12.5% とかだから正直そんな高くないからね、まあ、別にっていう感じとかはあるんですよねこれじゃあちょっとこっち行きましょうか僕が桜味クッキーの代わりに本来は粉雪を入れていたんですが粉雪を 抜いて桜軸器を入れてっていう感じで,では召喚獣編成でコットンピッピーいて宝物これチクチク針山つけてって感じでやってみようかなとコットンあ,あそうかコットンの羊とピッピーの攻撃力も上がるのかな味方全体だよねってなったら結構召喚獣の火力は高くなってくるのかな相性は悪くないかどうなんだろう どういううい計算になるんだろう仮にパンプキンパージクッキーに攻撃,攻撃力のバフがついてその間に召喚された召喚時のピッピの攻撃力と召喚されてるピッピについたその攻撃力アップのバフって被るのってかそ,その辺の集中っとよくわかんないなどうだろう使ってる感じこれ2つとも結構微妙だよねこれは黒糖とマドリエルの方は単純に 黒糖のマドレーヌが強いからなんかなんとかなってる感はあるけど桜にした方がでも負けは増えそうなんだよなでも新しい編成もしもしねもし桜味クッキーを使うのであればちょっとまた別の編成の方がいいよね前カカオとか入れて桜味そうだね難しいな17秒だもんなしかも ピッピ使ってで順番にスキル使っていて桜発動してそれ一番まあ今みたいにダークカカオがスキルを使うとかっていう順番に流れ持ってった方がまあよさげっちゃよさげか弱くはない多分その桜味クッキー自体が弱いとかって ってことじゃないと思うけど、アリーナでは違う違う。もうっていうか、そのアリーナで今使ってるクッキーだし、例えばエクレアであったりとかタピオカタピオカじゃないわ。えっ、ー、とエクレアであったり、黒糖であったりがやたら強すぎると思うんですよね。セイロンとタピオカかな？違う違う,違う黒糖かな？あ、違うあ。そっか,か。そっか。夕刊と4日。夕刊。 うーんそれなりにダメージを与えてる7万とか与えてたかな7万とかだったらでも高くはないよね1010 10、まあ、10万とか厳しいかも改心したいってとこもあるか多分これ5ヒットするので1回のスキルで1体に対して5ヒットするからそこで全部回心が出たらま,あまた変わってくるってところかなライラックが入っている速度パと戦います窓黒糖ザクロハーブ ハーブ、相手の黒糖の、この矢印のバフ消しのためにも、極力後ろでハーブは使いたいよね。桜軸機は一応この黒糖の最後の突進のとこでは、発動はしている状態っちゃあ状態か。これ勝てる勝ったね。 でもなんかさっきから勝てても正直ああ桜味クッキーのおかげだってあんま思えないんだよなでもまあ悪くはないのかな一応これダメージ減少をフルで入れてるから、まあ、火力与えるってよりかはどっちかといえばバフ役だよねバフ役だとしてバフ役バフ役で正直星をねちょっと5にしてみないと分からないっていところもありますけれど、ね、もマスター1とかってなるとみんなみんなクッキーが 星結構高めなのでどのクッキーもこっちなんかサメピッピっぽいからこっちで行こうかなこっちの桜のトッピングはあこあどうしようこっちにするかもう普通にダメージ減少でやった方が良さげかな一番後ろにいるからそこまでダメージ食らわないこと考えたらラズベリーでちょっと火力出して敵に ダメージを与えるのも悪くないかなーって感じもするんですけどね。であ今後ろちょっとぐちゃぐちゃでよくわからないけども。 ピッピのジャンプアタックが今5万ぐらい与えてたよね。で、まあ一緒ぐらいか。一緒ぐらいでスキルのクールタイム17秒だもんな。結構長いよな。やっぱ、あー、若干ね。若干ですけど、尖り性能がない。奇襲型で全体に攻撃も与えて、ダメージもまあまあ出るって感じ。だけど、まあまあまあ、ぼちぼち あ、でもダメージ燃焼つ、あ、でもそれはでも一緒か、パンプキンパジックリボダメージ燃焼ついてるか。あ、まだこっちの方が使いやすそうかな。同じ速度計。で、フロスト入ってる。今のは間に合ったのかなこれ。どうせ消えるんだよな。12、持続時間が12秒だから。 このタイミングはいいね。桜をこうちらつかせて、黒糖が戻ってきたタイミングで火力が上がってる状態になってるのかな。だとしたら、まあいいかなって感じだけど、でもどうせなら、なんだろう、その後ろから普通に弓をぴゃぴゃぴゃ飛ばしてる。あの攻撃にも火力アップは出したいところですよね。かといってな、なんかそんないい感じの編成が浮かばないんですよね。桜使っての。前、前2人とかって置いても。 なんか違う気がするんすエク。エクレア、エクレア入れて、回復一体は厳しいか。カカオを前に入れて、ハーブと黒糖を抜く黒糖いや、まあ普通に考えて黒糖、っちラズベリーにしとくか。黒糖と桜どっち入れますかって言ったら、普通に黒糖を入れるよね。いくらなんでも桜にラズベリーフルで、仮に昇給あげたとしても黒糖ほどのダメージは出ないよね。 今のところ全然いい戦い方が浮かばないどういうそのコンボというかいやちょっと今のアリーナ状況で桜味クッキーを ダメージ減少のトッピングをつけないってのは厳しいかカカオもそれなりに火力高いしマドレーヌと黒糖なんかで攻撃されたらひとたまりもないよね回復一体はなザクロ抜くマント抜いて、まあ、羽にするか普通に無難に一番最初に死ぬのはどうだろう桜になるのかな桜かエクレアか これはきついなこれ耐えれな耐えれるかこれまあ今ダメージ印象に変えたから耐えれるっちゃ耐えれるかうん対してダメージも与えてる感じはないな黒糖とかエクレアで攻撃した時にダメージこうあ,あそれなりに与えてるなっていう感じはあるけど桜はねまあそれなりには与えているんだけど どうしても見劣りする感じはあるんだよなやっぱ中でも一番使いやすいのはこれかあこれはちょっと負けるかも前サメか普通にこれ桜じゃなくてフロストだったとしても負ける可能性高いからな倒しきれないよねここで桜で逆転とかできたらね ああ、桜やるねとかってなるけど、まあ、そうなら,ならないね。まあ、負けか。そうよね。どっちにしろ苦手は苦手だよね。もう、サメ入れたらな。ピッピ抜いて、コットン抜いて、こんなんとかはあ、しかもサメ今ダメージ減少ついてないな。なんか、セイロンみたいに、やっぱ、後々なんか出てくるのかな。すごい、なんか、素晴らしい構成が。 でも結局アフォガート味クッキーってアリーナでそんな使われてないからな。時間経ったとしても。セイロンはまああの反撃があったからすごい活躍したけど、アフォガートはそこまでだったしな。桜味クッキーどうなのかな今のところ火力が大きく上がったからといって、普段、今のアリーナで流行ってる編成の中にはそんなにね、うーんっていう感じはあるんですよね。正直ね、正直言うと、 黒糖とととかかかエクレアとかコットンとか強すぎるんですよねその辺がはいということで今回はピュアバニラサーバーマスター1でのよくある編成にサクラージクッキーを入れて戦ってみたっていう動画でしたねうんーまあどうでしたかね皆さんの目にはどのように映ったか僕の目にはちょっと今のこの編成たちには合ってないかな であれば違うクッキー、フロストであったりとか、エクレを入れた方が全然、うん、戦闘の流れ的にいいんじゃないかなと思えちゃったんですけどね。ここもね、普通にこの駅入れた方がね、スキル17秒。やっぱバフがあるからか、味方攻撃力アップのバフとかがあるからちょっと時間が長いのか、ただダメージを与えるだけだったら、正直14秒とか15秒とかでも良さげな感じはするんですけどね。じゃない、そこまでしないと差別化がちょっとって気はする。はい、ということで今回の動画はこれで終わります。さよなら。